ってなった。うわーむずい。おっとこれは審議入ります。放課後リズスタで。放課後リズスタブ、イエーイ。みーです。りおんです。翔太です。今日挑戦していく活動はダンス伝言ゲームです。イエーイ。どんなゲームかというと、ダンスを伝言していくゲームです。いや全然わかんないんだけど。つまりまずはみゆがダンスして、そこに私が別のダンスを足して、さらに翔太がまた別のダンスを足してって、どんどん長くつなげていって、間違った人がアウトってことね。そうそういうこと。なるほど、記憶力も必要になってくるんだ。俺の得意分野だ。はぁ、あ、放課後リズスタブ。じゃあ早速やってみよう。今回はこのリズスタライトを使って踊っていくからね。ちなみに負けた人は変顔の罰ゲームです。それでは音楽を聴いてみましょう。ミュージックスタート。おー、乗りやすいね。あとかっこいいね。かっこいい。放課後リズスタブ。それではゲームスタート。めっちゃ緊張する。あー、オッケーオッケー。怖いな。頑張れ頑張れ。いや難しいね。あ、ちょっと待って。やばい、ちょっとやばいよ。待って、あれ、やばい、やばいやばいやばい、やばいよ。ということで第1回戦は翔太がアウトでした。はい、では第2回戦の音楽を聴いてみましょう。おっとおっと、わあ、テンポが速いよ。ちょっと難しいね、1回目は。ちょっとレベルアップした気がする。ちょっと自信、いや1番でナンバーワンなんで。って言って負けてたけどね。早速やりましょう。放課後リズスタブ。じゃあ俺から2回戦目やっていきます。よし、頑張ろう。やばいよ。おー、むずいな。で、行こう。え、ちょっと手が分かんなくなってきた。え、分かんない。はい、頑張れ。え、この声だって合ってる合ってる。
うわー、むずい。これはちょっと芯に入ります、芯に入ります。リオンのダンスがおかしかったと思う人、静かに手を挙げましょう。せーの。ママ見なかったことに。いや難しい、これは。いやめっちゃ難しい。レベルがちょっと上がったね。ということで2回目のアウトはリオンでした。リオンです。放課後リズスタブ。はい、ということで第1回戦はショートが負けて、第2回戦はリオンが負けたということで、2人で一騎打ちのダンス伝言ゲームをやってもらいたいと思います。音楽は第1回戦に使った音楽でやっていきます。2人とも準備はいい？ OK、 バッチリ。それじゃあやっていきましょう。おー、おお、なんだっけ。ちょっとさちょっとちょっとさ、見ちゃいました。放課後リズスタブということでダンス伝言ゲームでした。イエーイ。リズスタライトでやると動きが派手になってすっごい盛り上がるよね。みんなもリズスタライトを使ってやってみてね。じゃあバイバーイ。バイバーイ。ちょっと待って、罰ゲームを忘れてるよ。一番負けた翔太はカメラに向かって笑顔です。おー、どうぞどうぞ。はい、そしたらショートの変顔まで3、2、1。ありがとうございました。リズスタお知らせコーナー、イエーイ。現在リズスタウィニングダンスチャレンジが開催中。スマホで撮ったリズスタウィニングダンスをテレビ東京公式アニテレの番組ホームページで募集中。みんなのダンス投稿待ってるよ。詳しくはアニテレリズスタで検索。さらにリズスタ公式 TikTok ではリズスタウィニングダンスをはじめ楽しい動画をたくさん投稿してるので、そちらもぜひチェックしてみてね。みんなのいいねやコメント待ってます。それではバイバーイ。